絶対に内緒だからね。だけどみんなチャイのこと好きじゃない？だから今回特別に教えちゃおうと思ってるの。チャイのやっているお仕事の一つ、絶対内緒だからね。の朝はね、修行から始まるの。左利くメロン、左足、右かかと落とし、左ちょうちょうキック、ドロップキック、右かかと落とし、右回し蹴り、ドロップキック、ドロップキック。修行中にも暗殺の依頼が来る時があるの。暗殺に来た、くのいちでござる。ああ、もう逃げられないよね。必殺セクシー毒針、セクシー毒針マシマシ。朝の暗殺後のキュロは最高。夜は誰かを見張ってたり、屋根裏でずっと隠れていないといけないことがあるから、食べれるときにしっかり食べておくことが大事なんだよね。朝食のときもなんで手裏剣を持つのって？そりゃそうだよね。いつ敵が現れてもいいように常に準備しておかないといけないよね。食後は鎖釜を避ける修行。コツは怖がらずに見ること。そうすれば鎖釜が通る道筋が見えるの。シュッシュッシュッね、シュッシュッ、すごいでしょ。そして次は隠れる修行。ニン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 、いいねボタン、いいねボタンを押してほしいよね。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もしてほしいよね。わーおー。